黙食。皆さん、聞いたことありますか？札幌の中心部にあるそば店に行ってみると、ありました。黙食と大きな文字で書かれた張り紙が入り口のところに貼られています。黙って食べる黙食。周囲の会話などをやっぱりかなり気にするお客様が増えてきた。で、それに対して何か、手立てはないものかなということで、飛沫感染のリスクが高いとされる食事の時間、この黙食のポスターは全国の飲食店で使われつつある一方で、張り紙を出すことに懸念もあるそうです。飲食を楽しむという点で無理なお願いをちょっとしなければならないと、かなり売り上げが落ち込むんじゃないかというところは非常に危惧はしておりました。どら焼きだって静かにいただきます。こういうことではないと思う。10種類ものどら焼きを味わえる釧路市内の店、先週末から黙食ポスターを貼ることにしました。3名様とかちょっとたまに盛り上がってしまったりするときはあると意識できていいかなと思って貼ってみました。意識はできますよね。静かにの呼びかけはスポーツジムでも、その名も黙トレです。字のごとく黙々とトレーニングすることを勧めているのは大手スポーツジム。日常的に指導する場合においても、フィジカルディスタンスをとって、お客さんになるべく触れないように指導させていただくというのを気をつけてます。月に1回は自分のマックスを測るという意味で重い重量をやるんですけど、その時はやっぱり多少声とかは出そうになります。こういったご時世なんで仕方ないなとは思ってはいるんですけど、声ですよね、きっと。入ると、ジムで汗をかいた後はゆっくり体を癒したいと温泉施設に行ってみると、黙の字が聞こえない。こちらにも張り紙がありました。安心ですよね。黙浴です。露天風呂とかちょっとぬるいお風呂でゆっくり浸かれるようなところはちょっと会話が弾んだりってことは多かったかもしれないですね。温泉施設は湿度が高く飛沫感染のリスクは高くないと言われていますが、マスクをつけずに入浴するので静かにお湯に浸かることを推奨しているそうです。常連客に沐浴の感想を聞いてみると、リラックスタイムにすいません、施設としてできる限りの感染予防の対策っていうのは取り組んでおりますので、皆さんでこう一緒に気をつけながら楽しむところは楽しんでいただければなっていうふうには思っております。楽しく話せるその日まで、感染を防ぐためのメッセージが広がっています。